9割以上はもうできてるっていうことで、あとは5ミリぐらいの穴を開けて、すごい綺麗なハンチング板がねできました。ここですね、もうあらかた完成になるんじゃないかなと思います。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、動画のタイトルの通りなんですけど、おっさん監修の生き物ケージを作るということで、その3ですかね、やっていきたいと思います。なんとね、試作品が出来上がったということで、なんか9割以上はもうできてるっていうことで、あとは相談しながら調整していくっていう話ですね。はい、こんな感じでもうすぐ到着するんでね、また動画撮りたいと思います。お願いします。お、すごい一応ここまでできたんやけど、はい、あと細かいところがね、はい、どういう風な仕様にしたら一番いいのかっていうのが、はい、あーすごい。とりあえずこう溝をね、溝を作って、うん、一応これがね、あの 1.5 ミリのアクリ板なんですよね、とりあえず。図面はちょっとこういう溝があったんでね、はい、ここで止まるようになった、はい、まあ、どっちにしてもね、これがここにこう溝つくんで、うん、これはまだしてないけど、これはつけるんですよね。じゃあ大丈夫ですね。まあこれまでのできるんやけど、あとは磁石とかあれができるんですよね。そうですよね。問題はそこの鍵っていうか、ストッパーみたいなやつがね、こう、こうパチッとこう止まれば、ここにこうネジをこう、これがこれが半分ぐらいになったら最強、ちょうど的にどうかな、ね、あと5ミリは落とせると思うけどね。ああ、そうです。もうここの穴を作ってもらうのは、あの買った人は自分でしてもらうとかいいですよ。6ミリぐらいの穴を開けて、で、こうカットすると、ね、ちょっとこう丸みが出てできるっていう。298やね。197。はい、取りました。はい、じゃあまた来ます。はい、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。はい、どうも、トカゲのさんでございます。今見た動画はだいぶ前に撮ったやつなんですよね。あの後すぐパンチング板を作ってもらう会社に連絡して、きちんとしたサイズを言ってね、作ってもらいました。ここにもうすでにね、あります。はい、すごい綺麗なパンチング板がね、できました。で、これにダントツをつけるんですよね。で、ダントツをつけたやつがこちらにあります。ちょっとね、穴がずれるかなと思ったんですけど、もうドンピシャなところに穴がね、開いてました。なのでもう何も加工することなくつけることができますね。ということで、もう網の方は完成したんで、今度はケージの方にこれを取り付けて微調整ですね、やっていきたいと思います。ここですね。はい、まだグラグラな感じですね。一番が結構グラグラですね。でもそれはもうそこはやっぱ止めるようにならんと。そうですね、そのままじゃちょっとはちょっと薄いんですかね。それは 1.5 ミリ。ああ、これがもう一個厚いってなったら、なそこを広げないね。うん溝がなくなったんで、そうですね、溝があったらガチッチいくんですよね。そうそう、溝があったら元のやつやったらね。かどっちにしても、でもこれがあるし、かがないでね。こっち側につけとけば、そのまま。ああ、そうですね。こうか、こう。それ持って帰ってからまた、じっくり考えた方がいいんじゃない。そうですね。はい、持って帰って考えます。その器具の完成が出てくるし、強度のことを考えますね。はい、じゃあ使います。はい、ということでね、家に帰ってきました。ロックの構造と
強度ですね、ずっと考えたりしてたんですけど、その結果クリアできそうな感じでございます。で、強度についてはやっぱり厚みをね、もうちょっと出してもらおうかなと思います。これじゃね、ちょっとふにゃふにゃなんで、これはね、分厚くしてもらおうと思います。で、ロックの構造なんですけど、蓋の重みを利用して閉じるような仕組みにしようかなと思ってます。ここに溝を掘って、そこにこうやって差し込む感じですね。それで作ってもらおうかなと思います。ちょっと見えにくいんでね、出来上がった時に説明しようかなと思います。ということで、その強度とロックの構造の問題はもう思いついたので、それを報告して調整していきたいと思います。はい、もうその調整が終われば、もうあらかた完成になるんじゃないかなと思います。おそらく次、ケージ製作の動画が出るときは完成してると思います。はい、ということでね、今日はこの辺で終わろうと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。